あの、武蔵野市でね、あんたたちヘイトスピーチって言われたのは、あんたたちチャンネルパンダじゃない。まあ、自民党もそうですけどね。チャンネルパンダがヘイトスピーチって言われたんだから、そのね、パイクに対してふざけんなと。外国人問題をね、討議するのは日本人として当たり前だと。ここは日本ですからね。ですからね、そんなものでね、あの、討議しただけでね、ヘイトスピーチって言うんだったら、討議できねえじゃねえか、このバカ野郎っていうですね。そういうふうに言うのかなと思ってたら、い,いえ、 桜井くんが悪いんです。こういうことを言うわけですね。で、それに、飯盛り集のババアが出てきて、えー、桜井誠氏が、えー、このヘイトスピーチを作った人間ですにだってやり始めたわけですね。まあ、ですからね、桜井も怒ってるわけですよ。<laughs> 全然関係ねえじゃねえかというですねいや。私が一体何の関係があるよというですね。これどっちも関係がないのにね。 だからなんですよ。だからね、彼らね、あの、全然浸透しないでしょうに、ね。全然浸透しないんですよ。で、このヘイトスピーチ抑止法っていうのを作った西田昌司パヨクですよね。で、有田芳しもそうなんですけど、西田昌司パヨクって自民党にいるわけですけど、この西田昌司パヨクを自分のところの番組で取り上げて、で、一生懸命、岡持ちやってるのが、こいつらじゃないですか。一生懸命ね、持ち上げて、ほんで、あの、あれ、さっさーってやってるのが、この、 チャンネルパンダってとこですよね。ねいや、だからね、見てる側にとったらね、お前が言うなやっていう話なんですよ。お前、お前らめちゃくちゃだろうというですね。うん、どうしてもこう、一貫しないんですよね。まあ、それでね、昨日実は笑いながらね、話してたんですけどもね。いや、もうパンダダメだね、とか言ってですね。<laughs> いや、もうあ、あのパンダダメじゃんっていうんですね。<laughs>